とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこれ、使っていきます。冬の指先にリフレッシュをつけて、森の矢筒でリフレッシュを発動していく。で、これじゃ火力がないので、稲妻の矢筒も一つ入れる。で、影の衣をつけて変更対策をして、んで、稲妻フォーカスがついてて、ヘルスシナジーで回復もする。で、強いやつが来たら、ツタの鞭。これ完璧じゃないですか。うん、なんか、完璧なビルドができた気がするんですけども、まあ、どういう風になるんでしょう、行ってみます。いつもはね、森の矢筒だったら森の矢筒を2つつけたりとか、稲妻の矢筒を2つつけたりしてたんだけども、これ1個で良くないって思ったんだよな。うん。まあ、火力の稲妻の矢筒と、ポーションバリアの森の矢筒？リフレッシュの。これで良くない？うん、二つつければ確かにね、思いっきりポーションバリアが使えたり、稲妻の矢筒で超火力が出たりとか、あるけども、全然、1個で、こと足りない？わかんないけど。ちょっと待って、ポーションバリア一回使ってみよう。いや、結構。いや、全然回復するじゃん。全然回復するよ。いや、ミスったな、こっちは。場所ミスった。いや、この、装備いいじゃん。めちゃくちゃいいじゃん。今まで2つつけてたのがなんか、ちょっと完全にミスってたな。うん。いや、1つで十分。1つ1つつけるのがこれ正解だったか。え、何？え、もう、ん？わからん。なんかついた。略奪者に変わるか。ああ、多分、略奪者かな。OK。まあ、そんな、長くないところなので、もうノンストップでサクッと、クリアしちゃいましょう。OK。あ、ちょっと待って、矢は、なんかなくなってきたな。109本。意外と減る。あ、そうか。いつもは、クールダウン3、4のやつで使ってたんで、なくならなかったのか。あ、そうか、そうか。さすがに、クールダウン1で使うと、うん、若干なくなるね。でも、まあ、そこそこ持ってるんで、大丈夫よ。痛い。帯電がやっぱりちょっと痛いかも。うん、帯電はやっぱ痛いわ。おーい。洞窟なし。洞窟ないとね、ちょっとキャプテンの数が少ないんですよね。そんなにいない。できればたくさんいてほしいけど。ソウル系1個入れて、いや、ソウル系入れると火力が一気に減るもんな。まあ、矢が出てきてくれるのをちょっと願いましょう。よし、ナイス。危ない。おお、だから帯電もついてるけども、そんなに意味はないよね。うん、帯電が発生する前に倒しちゃうんで全然余裕。あ、いるかな、この横。ね、運がいい時は、運がいいか悪いか分かんないけども、洞窟がね、あって、その中にもうめちゃくちゃいるときあるのよ。これだったら嬉しい。どうだ？あ、ここはキャプテンはいる。よっしゃあ。おお、ちょっと待って、まだいるぞ。いいんじゃない？ OK。めちゃくちゃいい。ちょっとね、モブ HP 160% 増加とかなってる。ちょっとえぐい。うん、
ちょっとなかなか厳しい感じになってきてるけど、いいんじゃないですか。これぐらいだったら全然いけるよ。で、反対側、反対側にもキャプテン1体2体頼むよ。いる、いるね。待って、おー、変更か。なんかおかしいと思ったら変更でしたわ。誰についてる？オッケー。お、余裕余裕。オッケー。行くぞ。何？あ、クリーパーに変わる。ああ。HP 上がってクリーパーと、略奪者が増えるタイプね。まあ、HP が増えるのはちょっときついけど、それ以外は特に問題はないと思います。うん。エンチャントの敵が出て倒しにくくって、リフレッシュが発動しにくいっていうのはあるけど、いやでも全然いけるよ。さあ、確かこれ武器にもこれリフレッシュついてるやつよね、確かね。あ、だね。リフレッシュ付きの方にしてるんで、まあ、これでもいい、いいじゃない。いや余裕。 OK、 もうボスまでもう少しですね。あ、ボスの手前のここにも、キャプテンいることあるんで一応探してみましょう。いる。あ、いいぞいいぞいいぞ。どうした？危ない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 。いる。 OKオッケー。で、あと脅威が1で全部だね。あっち側はいないから反対側見てみましょう。多分反対側はいるはず。お、完璧だな。おう、このステージで危ねえ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 。キャプテンがこんなにいるっていうのはなかなか珍しいと思います。あ、ミスったいなかった。ああ、強制戦闘に入っちゃった。危ない。いやー、リフレッシュもね本当にすごい発動してくれてめちゃくちゃいい。さあ、すごい。あいつ OK、 いいね。いや、楽勝楽勝。おう、いや、これ今後使います。このビルドはすごくいい。 OK、 まあ、火力はねさすがに落ちる落ちるけども、安定感がやっぱりこっちの方が断然ありそう。おう、だからポーションバリアを常にいけるっていうのがいいよね。稲妻のやつはポーションバリア常に無理だから。おう、いや、すごくいい。安定感が素晴らしい。 OK。 で、ボスもね、OK、 スタノムチあるんで全然余裕でしょ。 OK、 いきましょう。ボスに行くまでに20貯まるんで、ドラがなくとも多分、いやー、ワンパンじゃ無理かもしんないけど、ワンパンじゃ無理かもしんないけども、スーパンでいけるんじゃない。おう、結局矢も全然足りたね。こりゃひでえ。で、これ、あ、いや無理か。無敵でなんとかなるかなと思いきや、やっぱ食らうときは食らうね。無敵はほんの一瞬なんで。いや、ひどいわ。いや、久しぶりのレベルアップ。ひど。はい。ということで、今日はこのビルドですね。冬の指先にリフレッシュをつけて、森の矢筒と稲妻の矢筒。で、影の衣に稲妻フォーカスとヘルスシナジー、ポーションバリア。
うん、めちゃくちゃ安定感あります。おすすめです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。